楽譜の表紙へ、美中の美は、元アメリカ海兵隊音楽隊隊長のジョン・フィリップ・スーザーが作曲した更新曲。1908年に、自身の吹奏楽団、スーザー・バンドを率いて、ボストンの食品博覧会に招待された時に、作曲された。1908年に作曲され、その年の秋に行われた、ボストンの食品博覧会で演奏された。この曲は、 スーザがその年作った唯一の作品であり、1906年から1910年の間にスーザが書いた数少ない作品の一つである。この曲はスーザの更新曲の中で最も美しく素晴らしいメロディを持っているものと言われている。実はスーザバンドはこの博覧会には数年前から毎年招待を受けており、スーザは展示会場で働く。 一人の若くて美しい魅力的な女性に心を留めており、いずれは彼女の印象を音楽に書こうと心に決めていた。そこで1908年に招待された時に、その美しい女性を思い出しながらこの曲を書き、The Fire Earth of the Fair というタイトルを付けたというエピソードがある。ちなみにタイトルの Fair には美人という意味の他に、 博覧会という意味もあり、美人の中でも最も美しいと、博覧会の中で最も素晴らしい博覧会という二つの意味を持ったネーミングになっている。ありがとうございます。